俺は悪くないですあれは100%っていうのジャケットやコートを羽織る乗せる感じあれでもめっちゃいいですよなんかいろんな,なんか表現ができるからいいことができたらそれは2人で達成したやつ結婚生活でねあとユリスめっちゃあの幸せだったからあれ見てうれし嬉しくなりましたでもあの子マジで日本語うまくなりましたねユリ,ユリスは本当に日本大好きかも 同じ立場だから伝わる伝われるんですけどあの子も日本大好きなんだよな多分うちの家に来た時もなんか日本語でしか喋らなかったですお互いに配信外でもそうだしユリスと過ごしたあの2日間はずっと日本語でしたね2人でもしかしてユリスに良くない日本語を教えてるのはケイさん違うんすねあれはエモンです俺は悪くないっすあれは100%エモンが悪いっすでコリアン・ワールド・シー is in the j you know <'m>、mm. mm. a の a n e s e Do な o u know? た、あなた、あなた、y b e あなた、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 あ o た、あな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 た、らに気づいたの、のなた、あなた、ないこなた、なってた、の。ユた、スな日本語は。わけわかんないなんかおっぱいでかいみた、いななんかツイッターやってるし。 見たらいそういうこと言ってる最近でもあの子俺の部屋に来てエイペックスやったのはマジ一生忘れないかもなめっちゃ楽しかったですあれはマジやばったいや皆さんこそ本当にもう上にこのかけるかけるってあってますかジャケットとかなんか用意して出てください出るときは朝とよ夜中はま,あまだ寒いっすね羽織る ハオルの意味って何おあれもい同じ意味ですかジャケットやコートをハオルあ着るに近いんだ着るみたいな感じでジャケットみたいなそのアウトウェアはその上にこうのせる感じですかそれがハオルですかわかりやすいっす冬用のウェアはハオルまあジャンパーとかそのダウンペディングみたいなあれもハオルかなあれでもめっちゃいいっすよなんかいろんな,なんか表現ができるから 袖を通さないで着るあー分かりましたでもんか普通にガーディガンみたいなやつはまあ一応入れるんじゃないですかこうやってそれも羽織るですかとにかく雪村 <laughs> <きむ> <laughs> あれか手に振りでも出ますねそれ漢字の勉強最近なんかコメント欄読むだけで勉強になります手に振り分かりやすいんですよ手に振り一応全部見たから黒ジャージまで一応見ました ボール13個とかななんんかかめっっちゃ打ってるやつなんかこういうやつはあの切るって合ってますか中に入れるからかアームウェアを切る着用あこれも着用ですかあーこれはかぶるですねあのかぶると無視の「か」ってちょっと感じ似てませんあー全然違う全然違います薬は決める飲むと決めるなんですよね 服用,あ服用があの医学用語っぽいですねちょっとアクセサリーはつける首飾りをつける合ってますかうん面白いなちょっとタイミング見てあの日本語勉強時間も配信でやってみたいですね普段気になった日本語を教えてもらったり私がしゃべるところの中でそのこれちょっと直してほしいみたいな何かあったらちょっと聞いてもらいたいですねこれよく間違って喋ってるわみたいなベルトをつける キムチをつける案件をつつけけるるどっちもつけ漬物のつけってキムチをつけるのそのつけるかなあーあれは条件ですねあ条件なんだ俺今は条件だと思いました条件いやそれでもう一個あの学びました学びました並びましたな何がもっと正しいですか学びましたうんいやでももうちょっと外に出た方がいいっすね もう本当に春になったからもうちょっとソムちゃんとどんどん出ようかなそろそろあお花見一回考えてたんですけどソムちゃん無理かも花粉症がやばいですソムちゃん <laughs> 俺目すごかったんだよな目がなんか魚みたいになります赤くなっててでっかでかになりますなんかスーパー行ってきたらちょ,ちょっとぐちゃぐちゃになりますね <laughs> 韓国にも花粉症ある,あるんですかあった気がしますけどソムちゃん でもねソウちゃんは大丈夫だった気がします一応たまに体調悪くなったりもしますけどさすがに観光で生活したその期間が長,長いんじゃないですか日本に来て日本の新しいその強々花たちに嫉妬されてるもっとハワイ花が来たなって日本の花たちになんか嫉妬されてるキ木を何えすぎだ」あのあの漢字で何て読みますか あれ漢字取りでちょっと勉強したことあった気がするけどな上杉ああでその前の金あ,あの金のなんか読み方って何ですかなんて読みますかめちゃめちゃ聞いてるな杉ですか杉並の杉ってあの杉ですかもしかしてえー、そうなんだ杉並区って杉,杉がお多くてそれになったのかな <laughs> はやっ えこんにちは結婚式はまだですが今月末で仕事辞めるお<っ>おめでとうございますじゃあこっちに来てくださいイチャイチャグループですねあのリスナーちょっと置いといていいっすやあでもなんかさあのまあ今の,あの話は置いといてください皆さん大っすよまあ気のせいです気のせいごめんなさい私マジでいつも考えてるのがうちは今私が一人で仕事とかやってて稼いでるんじゃないですかでこれってあの二人で稼ぐか形なんですよね 実際配信してるのは私なんですけど私あの配信にめっちゃ集中してるから家の家事とかなんか大体ソムちゃんが全部ケアしてくれてるんですねだからそれを誰かがやってくれないと配信できないんですよ長くんか数日前に上がった動画を見ればわかると思いますけど私4 8キロでしたっけ4 7キロでしたっけ配信1日なんか14時間ぐらいやってるし1人暮らししててご飯もちゃんと食べれなかったから体がマジひどくなるんですよ だからいいことができたらそれは2人でコンプリートしたやつなんですよね達成したやつ結婚生活でね仕事もねえし彼女もいねえ大丈夫俺の話ない,ないからなんかそう,そうやって言ってるわけじゃなくて毎回その足が来たら言ってるんですけど人生のエコ,だエコラウンドって誰にもあ,るあってさマジできっと幸せになるためにそこの前のステンスなんですねだから大丈夫私結構親からプレッシャーめっちゃ言われました皆さん 今は父さん母さんの考えはマジで昔はできなかったくらいでめっちゃプレッシャー食らいました。配信そろそろやめ,やめた方がいいんじゃないみたいな感じでそこまで言われてたんですよ。よく。なまあ仕方ないでしょ。25歳とかまでまとめの配信もできな,できなかったし私は4年かかりましたね。配信500人超える時までたまに1000人超えた時もあったけど平均値が500人以上にあ上がる時まで4年かかりましたね。ゲイさん な何て言いますかそれ正社員になったことは一応ありますね私短い期間でしたけどでサービス系マジで大変そうなんですよ韓国語より日本の方が10倍以上大変ですあの韓国ってサービスの意識がなんかあんま高くないんですよマジで多分韓国に来てみた方々は感じると思いますかお店のなんかバイトさんたちのその対応がなんかそんなに優しくないですね まあ別に韓国はめちゃくちゃひどすぎですみたいな感じではないですけど笑ってくれないですね大体韓国はあと「ごゆくりどうぞ」みたいなそのその言葉もほとんどないですただ無言で食べ物を取っておいて行くんですねそうなんですよ日本ががレベルが高いサービスを提供してますあれはなんかその嬉しいんですけど私正直日本になんか引っ越してきてああこれサービス働いてる方々って大変そうだなって思ってます でもその分、大変だなって思ってるんですけど、感動するんだよな。あのプロフェッショナルだなって。まあ、本当の気持ちでなんか対応してくれ,るくれてるのか、まあ、そうじゃなくても、もしかしたら、あれマジでプロフェッショナルなんですよ。そこで俺は国民性を感じます。が外国人のその目線で見たら。